古民家山重帝は、神奈川県愛工郡愛川町中津にある国の登録有形文化財の古民家である。熊坂家の邸宅として、明治初期に、藩、原宮大工によって建設されたと伝えられる。敷地内にある、薬員門とも屋が登録有形文化財に登録されている。山重帝は、旧街道筋に面し、この周辺は、神奈川の町並み百選に選ばれている。 現在は、愛川町が保存、活用を行っており、無料で見学できるほか、研修や趣味の活動等に、有料で貸し出しを行っている。1883年、中津京熊坂家の邸宅として建設された。熊坂家はこの地域の豪農で、山獣は熊坂家の屋号である。当時の当主は、熊坂半米と言った。建設したのは、藩、原宮大工、 や内匠家の右中、左中、助、文治の三兄弟と言われている。1944年に、相川町が所有することとなった。相川町は山中堤防一部修復し、1989年7月から一般公開を始めた。2009年に、国の登録有形文化財となった。また、神奈川の建築物百選にも選ばれている。 山重邸を不審したのは、藩、原宮大工、矢内匠家の右中、左中、助、文治の三兄弟と言われている。相模国愛好軍藩原村は、山間地で、もともと農業だけで生計を立てるのが難しいため、工業が発展したと言われている。その中でも1800年頃から大工として発展したのが、藩元宮大工、矢内匠家とされる。 やうちの姓を名乗る前は、柳川姓を名乗っていた。山重邸を不審した右中は、やうち右兵枝か光で、やうち匠や十四代とされる。右中の自邸とされる左中は、柳川幸郎と名乗り、やうち家の隣の柳川家を継いでいる。スケ文字は、右中の末弟で、小田原の香川匠家に、養子入りし、香川文蔵高幸を名乗った。小田原藩の、 お抱え大工となったが、山重定建設時には助分文として、棟梁を務めている。屋敷全体平面図によれば、おもや、くす門、蔵、庭園、井戸などがある。古民家山重亭主屋として、国の登録有形文化財に登録されている。明治初期には珍しい瓦葺吹きの屋根に、入りもや作りの平屋の建物である。愛国柱や、上り段には敬役を使用している。 建築面積は350平方メートル。主な部屋は6軒あり、床の間のある大広間、2の間、3の間、デイ、茶の間、何度となっている。他に、土間に隣接して家庭や事務室、倉庫、物置がある。玄関は3の間に上がる玄関と、土間に入る脇玄関があり、一般の人の出入りには脇玄関を使っていた。 明治中期頃の建築とされる。古民家山重邸や杭いとして、国の登録有形文化財に登録されている。木造で、屋根は瓦吹きの霧妻屋根、基礎は石像。首扉は観音開きで、その間口は2.8メートルある。左右に袖塀があり、向かって右手に小扉がある。母屋に向かって左手に枯れ山水の庭園がある。 母屋の裏庭には、井戸や公民館がある。母屋に向かって、右手に蔵がある。1883年の家屋、建造配置絵図によれば、蔵が3棟描かれているが、現存する蔵は一棟で、農機具等を展示している。この山中邸の建築と前後して、1882年、この熊坂家の熊坂町案が、藤田組。 暗殺事件の暗殺作りの犯人として逮捕されている。無期時計の有罪判決を受けた長安は大審院に上告したが帰却され、1883年10月に有罪が確定し、1884年北海道の監獄へ送られた。1886年に長安は獄中で病死している。この事件をモチーフに書かれたのが松本清張の短編小説。 相模国愛好軍中津村である。1963年書室のこの小説では、熊坂長安のひまごと名乗る男性が、藤田組、眼殺事件の真犯人に関する重要な文献を持っていると言って、主人公を相川町中津にある自宅へと誘うという筋書きである。なお、熊坂長安のひまごという男性は、中村旧江門と名乗る。その自宅は、 百姓家ともしもうた家ともつかない、小さな家と表現されており、山重帝とは考えられない。同じく、松本清長の作品、砂の神帝小説東京裁判にも成長が、大川襲明の邸宅を訪ねる描写がある。そこではこの屋敷がかつて、熊坂長安の屋敷であったこと、偽札事件のことにも言及されている。ありがとうございます。